寿司。すごいなこれ。だまし上げです、やってまいりました。こちらはですねコスコなんですが、なんとこちらはですね本日は日本のコスコにやってきております。それでは、あ、全然並んでない。すごい、あれ並んでない。食べ物だけだ。よし、じゃあ日本のコスコ突入していきたいと思います。会員カードは、あ、会員カードもあるよ。あれ、でもどこでも見られんのか。見られた今、私は出してないですよ、カード。あっちで見せるって言うんじゃん。どういうこと。え、でもこれ浮いちゃうよ、ほら。あれ、下だ、やっぱ下行ってやってるよね。あれ、なんで俺たちも行ってんの。分かんない、なんか浮いちゃった。あれ、順路があるんだ。あ、全然違うね、アメリカと違うね。なんかさ、日本の方がさ、狭く見えない。洋服から始まる、順路があって言うと目の階から始まるみたいですね、日本のね、コスコね。あ、これ下から、あ、駐車場かな。駐車場か、あ、多分そうでしょ。それでは早速、あれ会員確認なかったね。何か、え、あ、そうだね、あ、日本円表示がね。あとテレビ、あ、いいね、テレビ219,800円、高すぎねえか。何あれ、扇風機3万の扇風機。そうだね、3万の扇風機。え、風来るよ。いやいやいや、扇風機全部風来るんだよ、それが扇風機だよ。何言ってんの。いや、あっちもいい。何言ってんの。それ3万円の扇風機買うの。メガネやさ、おかしいよ。会員カード見せなくてよかった。あ、じゃあレジの時に見せんだ。いや、まあそれだったらあのアメリカと同じだよね。こっちの方がさ、なんか欲しいのが多いから。それは何さ、キタルちゃんに。いやいや、持って帰りたいけど、これ折らないと思う。な、入らないでしょ、あのバッグに。入らないかな。はい、絶対入らないですよ。あ、すごい、いっぱいあるな。あ、すごくない、プール見やすい。いやー、そのあんなでかい家が一体みんな どこに。まあコロナですけど、あんまりコロナの影響はちょっとないみたいですね。ただ商品の違いがすごい興味深い。あのソーシャルディスタンス誰も守ってない。あ、それはね、もう日本だから。すごい、非常に混み始める。入り口並んでなかったね。うん、なんでだろう。車だけだね。うん、車すごい並んでたね。え、なんでだろう。なんかさ、人が多いからかな、狭く見えるっていう。狭く見えるね。あの、すごい狭く見える。広いのかな、アメリカの方。やっぱり少し広いと思うよ。あ、なんかお得なのがプルコギとかね、そういうの買うと男らしい。あ、そうそう、私ここで買いたかったのがアメリカにないなんかマフィンとか、それにちょっと違うんだよ。寿司。おー、美味しそう。1680円。ホタテだね。すごいなこれ。3,000円でこれか。うわ、いや、さすがに日本のコスコはサーモン、シーフードすごいな。いいわこれ。これはすごいっすね。ちょっと、じゃあ何これ買って。うわ、すげえなこれ。1,500円。おお、すげえなお前。あ、ティラミスとストロベリーケーキ。あー、すごいね。いや、なんかやっぱお腹が空いてんのかな。やめろよ、さっきいっぱいになったばっかだろ。やっぱこれぐらいにしとくわ。うん、そんな食わないだろ絶対。あ、しかし私、あの袋持ってきたけど全然入んないよこれじゃ。入んないだろ。まあ吉田ソースがメイン扱い。しかもちゃんとカタカナって書いてある。なんか置いてるものがさ、日本人の好みだこれ。半分もね、同じじゃないよね。うん、もう全然ね、違うわ好みが。お菓子もなんかね、違うらしいんだよ。ブラックサンダー、ブラックサンダー、こんなに868円。ブラックサンダーをお土産に買おう。ちょっと俺取ってくる。
して、うん、こっちはあれだからレジだ、うん、ああ、こっち行くかじゃあ、キャンベル、連絡先ありますか？はい、はい、お名前、ご住所、あの、国内のご連絡先ですね。はい、はい、オーバーライドです。チーズバーガーがある。ミックス一つで、はい、はい、240円います。はい、ありがとうございます。これはでかくないか。アメリカサイズ、サミサイズはアメリカサイズですね。はい、じゃあそんなわけでコスコ来ましたね。日本のコスコ、まあ、特にね、コロナっていうのは特に何もない、普通に日本のコスコでした。ただ日本のコスコの方が寿司があって羨ましい、まあ、そんなコスコ体験でした。ではまた。